この果物やお野菜を使って色を覚えるです。はい、それじゃ早速始めるです。クマーバ、まずは赤、レッドのものをどんどん切っていくです。はい、まずはイチゴ、えい、リンゴ、えい、次はこれ。これはザクロという果物です。甘酸っぱくて美味しいです。そうなんだ。えい、次は人参、えい、これはよく見ると人参じゃなくて唐辛子という辛いお野菜。それじゃあこのまま次はオレンジ色のものを切っていくです。はい、えい、次は玉ねぎ、それ、次はじゃがいも、それ、次はみかん、えいや、いい感じです。次は黄色、イエローのものを切っていくです。はい、まずはバナナ、えい、つぶつぶのやつ、これはトウモロコシというお野菜です。茹でると甘くて美味しいです。そうなんだ、ジュルリ。次はレモン、えい、最後はだし、それ、とっても上手です。次は紫色、パープルのものを切っていくです。はい、まずはナス、次はぶどう、えい、ふう、結構切ったぞ。まだあるです。最後は緑、グリーンのものを切るです。よし、頑張るぞ。まずはスイカ、えい、中は真っ赤っかなんだね。はい、次はこのつぶつぶ、これはゴーヤという栄養たっぷりのお野菜です。そうなんだ、それ、最後はこれ、お星様、これはスターフルーツという珍しい果物です。甘くて美味しいです。これで全部切れたです。切ったものの色を早速振り返ってみるです。うん、まずは赤、レッド、オレンジ、黄色、イエロー、紫色、パープル、緑色、グリーン、どれも美味しそうだね。ジュルジュル。それじゃ最後にみんなで食べるです。やったー、いただきます。なんなんなんと、テレビアニメクマーバのシーズン2の放送が